クラウディ・ウィリアン・ニクレスクは、ルーマニア出身の元サッカー選手、現サッカー指導者。ルーマニア代表だった。選手時代のポジションは FW。リーガ1では、歴代11位の通算157得点を挙げた。2001年夏に FC ・ウニベルシタテア・クラヨバから、ディナモ・ブカレストに移籍し、移籍初年度に、リーガ1優勝を果たした。2002から03シーズン途中には、 イタリアセリエ B のジェノア CFC に移籍したが、イタリアではわずか半年プレーしただけであり、2003年夏に、フルス、ディナモに移籍した。2003から04シーズンには、自身2度目のリーグ優勝を果たした。2004から05シーズンには初めてリーグ得点王に、輝き、2006から07シーズンには、ライバルのラピドブカレストから計4得点を挙げるなど、 18得点を挙げて2度目のリーグ得点王となった。UEFA カップでは8得点を挙げ、得点ランキング2位となった。ディナモでは、欧州カップ戦、通算18得点を挙げており、欧州カップ戦でのクラブ歴代最多得点者となった。ルーマニアでは351試合に出場して173得点を挙げた。2010年末には FC ウニベルシタテアクルジュに移籍し、 7月25日のステアウア戦で遺跡後初得点を挙げた。2012年3月、FC ユニベルシタテアクルジュの選手権任監督に就任し、2011から12シーズンの残り15試合を指揮して4勝6分5敗の成績を残した。2012から13シーズンも引き続き指揮を取ることに、 なったが、開幕戦の CS パンデリー・トゥルグ・ジン戦に2から6で惨敗したことで辞任した。同年9月25日、リーガ1昇格を目標とするリーガ2の FC ビホル、オラデアの監督に就任したが、8試合指揮下で12月に退任した。2013年1月、リーガ2の a s ダミラ・マチウカ監督に就任した。ありがとうございます。